こんにちは、モモフです。今日はですね、私が結構よくみんなに聞いてもらえる前髪の切り方と遅れ毛の切り方と巻き方、アイロンの通し方を今日説明していきます。本当にね、めちゃくちゃ簡単なことしかしないので、よかったら最後までご覧ください。ではスタート。じゃあまず前髪をね、切っていきます。切り方から、そう、切り方から紹介します。で、私はこの真ん中のところが短いんですよね、一番。だからとりあえず真ん中の本当にこのぐらい、これをねまず切っていきます。で、本当は紙切り用のハサミがいいと思うんやけど、このこっちの撮影部屋にこのハサミしかなかったので、これで今日は切ります。だいたい引っ張ってまず目のところぐらいまでに切ります。とりあえずこんな感じで目の真ん中、目にちょっとかかるぐらいで切って、で、そしたらこの横の毛を取って、ここにね、今ここが切ったとこだからガクガクってなってるので、そこをつなげる感じで斜めに切って、こういう感じで、そしたらこう自然につながります。で、こっちもね、同じようにガクガクってなっとるところをこうやって斜めに、本当に前髪の切り方はただこれだけで、一旦巻きます。150度ぐらいに温めて、なんで今乾かしたのか分からんけど、中間ぐらいから本当にこのぐらいで、そのままこうやって下げる感じ、そしたらいい感じにガクってならずに巻ける。これをこうやってなんか広げる、自分の好きな感じに広げたら、こんな感じの前髪になって、の結ぶ時の横の遅れ毛もどうやって切ってるかとか巻き方も聞かれるので、それもしますね。ちょっと一旦このゴム結びます。後ろ適当に後ろ結んだら、ここら辺ちょっとまだ巻いてないんやけど、横の毛と一緒に巻きますね、遅れ毛も。この耳の上のここら辺の毛をいつも切ってます。ここら辺ね。で、これをこのままね、顎のとこまで持ってきて、この前切ったけどそんな伸びてないんやけど、この顎のところで切る、顎までの長さで、チキッで切って、で、もし結構なんてやろう、自然にならんなって方は、この毛先をね、すいてあげると自然になります。私はこの前切ったばっかりだから、すいたんですよね、その時に。だけまたすいたらもう髪の毛がなくなっちゃうので、つかないんですけど、それでこんな感じで切ったら、まず横向いた時に、なんかここら辺の地肌があんまり見えんように、ここら辺をこうやって出して、この1,2,3 みたいな感じで分けて、さっき切った前髪も一緒に持って、で、ハの字に斜めに入れて、こう流したい方向にやりながら流す。そしたらこんな感じで流れます。で、もうちょっと長いところも、今巻いた髪の毛も一緒にちょっと持って挟んで、また同じハの字に流す。で、次ここの遅れ毛のところ、耳の前のところは、ただ私はこうやって内巻きにするだけ。そう、これこっちもちょっとだけ、この自分の前髪と
ちょっと長いとこ持ってハの字に入れてこっちに引く。ちょっとだけ本当にこんぐらいねじってそのままこっちに引く感じ。そしたらこうやって流れます。今巻いたところと次のところを一緒に巻くのがポイント。こんな感じ。根元から挟んで根元から結構大きくカールする感じ。これもね顔の横にやっぱボリュームがあったら盛れるからこんな感じ。ちょっとさ分かる？ここに溜まってる感じ髪の毛がするのでちょっとこの上らへんから薄く取って耳にこうやってかける。そしたらここがちょっと薄くなって抜け感が出るっていうかそんな感じ。本当にこれだけ。最近ハマってる巻き方っていうのかな。この前の質問コーナーの動画の時とかもここを内巻きにしてるだけやけど結構可愛いと思う。韓国の方とかが最近の巻き方がこんな感じで可愛いなと思って。これで巻けたらこのオイルを指の先に本当にちょっとだけこのぐらいこのぐらいだけ取ってこうやってこうやってこうやってこの毛先だけにつける。この横もね。ここは全体。ここはもうねなんかパサついてたら遅れはねパサつかせちゃ絶対ダメだから。そうこんな感じでできたら櫛で研いでこんな感じで重ためでも可愛いし前髪薄くしたかったらこうやって横にねかけてそしたらいい感じになります。ここら辺の横に溜まってる毛多分薄くしたくて伸ばしてる子とかもいると思うんですけどそういう子はもうここの毛をバッて後ろにやったらこうねハゲが出てきちゃうからじゃなくてここら辺の上だけ表面だけをそうこうやって後ろにやってもうここでケープで固めるとかね。そう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 いう感じ。可愛くない？これでポニーテールとかでも可愛いし。でポニーテールしたらこの頭を丸く見せるためにふわっと耳の上とかもねふわっとさせて。あ、もうポニーテールとか上ら辺でまとめるときはそのさっき表面だけ取ったところも後ろにもうガーンって流してオールバックみたいな感じにしてあげたら良きです。これがあるのとないのとではねもう全然違うから。ほらないのこれね。あったらこれ全然違くない？しかも超簡単。根元からくるんってやるだけ。こんな感じで終わりです。早い簡単。はい、こんな感じで髪の毛完成しましたがいかがでしたでしょうか。多分本当に誰でも真似できるぐらい簡単なのでぜひ試してみてください。もうこのぐらいしか言うことないぐらい簡単なんですけど。はい、じゃあ今日も動画ここまで見ていただきましてありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンとコメントもたくさんお待ちしておりますのでよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。